マーカーつきましたね、風貌に。いいですね。花瓶から出ないですか？あ、そう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 。うん。ハセンさんドラビから来てるのかなって。僕ワンマン島から割って、ピラの中配線通して、で下からピョコって入れて、であのシャンデリアコーナーにね、ウェッジ級の刺さるソケットが売ってるんですよ、スリムのやつが。でそれにポジション級入れてるんですよ。はい、あ。じゃあもう来週には光る感じですね。いやもうやっぱりこ うちのチャンネルはやっぱりこうね、皆さんも花瓶光らしてみたいなのがやっぱり、はあ、もうハセさん TV 仕込みで。これ黄色なんですか元は？そうっすよね、塗ったんすね。え、赤やったのが剥がれて黄色だったんですか？もともともっと真っ赤だったんですね。はいはいはい。洗ってるうちにお腹もパリパリで。へぇー。あー、なるほど。へぇー、べっこ飴かもしれないですね。あ、そうですね。なるほど。いいですね。これなんですか、この穴は。あ、これ多分なんか、センサーじゃないかな、ライト、オートライト。あ、かもしれない。あ、確か、なるほど。いいですね、やっぱこの日の丸塗りにすんのがたまらんすね。ここ日ののバッチにしないとダメですね。そうですね。洗いに売ってましたよ。洗いじゃないわ、ピックアップに売ってましたよ。ちょうど2枚やったんちゃうかな。4本ネジだったら良かったんですけど。あー、3本と違うんですね。またいろいろあるんですね。3本だとあの、なんか真ん中になんかちょっとカッティングで日のっていう状態で、はい、カッティングって受けようかなと思ってたんですけど。あー、なるほどなるほど。いや、すがって入れた方がいいですよ。はぁ、へぇなるほど。もうなんかマフラーももうすぐそこにフランジあるんやったらなんかできそうっすよね。そうなんですね。もうハス切りにするとかね。昔なんかこのバンパーとツラが多かったじゃないですか。なるほど。あれ、これウロコついてましたっけ、このウエイトは。あ、ウエイト、はい。ああ、もうこれ車作った時からですか。いや、これは買ったやつ。ああ、さすが。なるほど。はあ。やっぱバックパネル貼ると全然違うっすよね。いいっすね。いや、そうっすよね。あの屋根のある倉庫で積んだらね、中めっちゃ見えるんですよね。へえ。はあ。やっぱ内装が茶色やから本当にこのチンチラが合うっすね。なるほど。じゃあ来週の大進化をまた期待してますんで。
これが北京ラーメンでしたっけ。北京ラーメンですよね。はい、あ、で、ありがとう。はあ、辛子の匂いがいいですね。これなんですか。これがまた牛肉とアスパラの炒めですね。牛肉とアスパラの定食。なるほど。もうおすすめがありすぎて迷うんですよね。これ全部おすすめで。そうですよね。牛肉とレバーとあとからし炒めですもんね。髪型気合い入ってるっすね。髪型気合い入ってるっすね。半分がグーやからすごい。
イネルの時はあれですか、緑さんの方ですか、名前は。名前は、うん、どっちでもいいですわ。なるほど。まあ、本名の人もいればね、名前変えてる人もいるし、じゃあいよいよ天津自慢の唐揚げからし炒め、匂いがすごい。へえ。やっぱ昼も夜も頼む人いるっていうのは分かるっすね、うん、これはすごいっすわ。なんていうのかな、うん、食べないですか？まあ、ほんまですか？全然食べないですね。あんまり、うん、そうなんですか？これすごい美味しいですよ。はい、いや、からしっていう感じじゃなくて、なんでこういう味がするのかって謎って感じです。すごいこれ。まあ、カリカリの竜田揚げっぽい感じの揚げ方なんですけど、味はね、なんか牛肉の脂みたいな、焼肉みたいな感じの味がするんですよ。多分味付けが牛肉みたいな感じですね。
食べていけば、まあ確かに中からは鶏の味なんですけど、これは人気なのが間違いです、はい、これもやっぱ独特の味ですね。いや美味しかったですね。はい。いやーすごいわ。このラーメンのでかさがもうまず想定外でした。いやー美味しかった。いいっすね。うまかったっす。はい、そんなわけでね、中華料理天津でございます。はい、天津なのかティエンチンなのか、はい、現地読みなのか日本読みなのかわかりませんが、まあ天津でしょうね。美味しさいっぱい。定食ラーメン天津。いやうまい。もうね。今まで食べてきた中華と全然違う。やっぱその北京ラーメンとかさ、ああいうなんて言うんだろう。ちょっとピリ辛つつも、酢が入ってて、で、しかも海鮮っていうね、すごいっすよね。いやー、なかなかできない経験ができました。ここね、ほんと好きな人は好きで、ここ来るまでもね、ここら辺もやっぱり4号線界隈ってね、食堂がいっぱいあるんだけど、まあやっぱりここもね、入り浸ってる人もね、結構いるから、まあいろいろね、数ある食堂いっぱいあるんですよ。シャワーがあるところとか、たくさんある中で、それでもね、やっぱね、ここ、好きな人も好きなんで、僕もね、気になってたんですけど、ちょうどね、ナスのミドリムシさんの会社の方がね、ここ大好きでよく行かれてるってことなんでね、ちょっとじゃあそれじゃあ行きたいなっていうことでね、ちょうどタイミングあったんで、一緒に、ここで、飯蔵ということで、はい。ちゃんとサイン入りのステッカーですよ。栃木県は、那須市、那須市ちゃう、那須町かな、はい、あ、また真宙さんや、真宙さんのロールームのテラビーで毎回ラッパ鳴らしてくる人いねんけど、誰やろうな、リフトバイザーつけてる人、
オレンジのマーカー乗せたバイザーでな、何やろな、結構昼間スライドするんやけど、何やろ、 V8 のピックサム乗ってる人は知ってんねんけど、なんか最近なんかよくラッパ鳴らしてくれんねんけど、何やろな。はい、そんなわけでね、4号線お通りの際はぜひぜひね、中華料理天津、めちゃくちゃ美味しいです。てかね、量がやばい、量すごいわ、腹いっぱいになる。やっぱね、迷いますよ、おすすめ聞いてもね、どれも美味しいから、どれもね、やっぱりおすすめやって言ってくれるんでね、やっぱね、あそこの、しゃっくりだよ、まあ、あそこのお店でしか出してないね、からし炒め、はい、ぜひぜひ食べてほしいと思います。あとね、やっぱね、レバーと牛肉もね、すごいおすすめって言ってくれるんでね、ぜひ機会あればね、通って食べてみてほしいなと思います。いやー、からし炒め美味しい。でね、やっぱね、意外なのが北京ラーメン。そう、北京ラーメンって僕初めて食べたんやけど、まあちょっと赤いから、赤いって言っても、まあ別に四川じゃないから、そんなね、どうなんやろうな思って、まあピリ辛ですって書いてたから、どうなんやろうな思ったけど、全然ピリ辛じゃなくて、まあ、全然その担々麺とか台湾ラーメンみたいにあんなピリ辛ではない。まあちょっと辛いんやろうけど、ピリ辛っていう表現、僕が今まで知ってたピリ辛っていう表現とはまた違って、そう、ちょっと酢の効いた感じ。そうで、まあ、あのポリポリしたなんかね、いろいろ歯ごたえのあるものもいっぱい入ってて、なんやろね、酸味の中に野菜の甘さもあって、ちょっとなんか山菜うどんみたいな、あの味に近いような気もせんでもない。まあでもやっぱりちょっとね、どっちかっていうと横浜サンマーメンみたいな、あんな感じ、サンマーメン、まあ、それ今若干ちょっとなんか、ちょっと、まあ、ピリ辛ではないんやけど、まあちょっとラー油入れてますよ感みたいな、赤いのは赤いねんけど、まあ確かに若干ピリ辛かもしれん。ただ卵がめっちゃ入っててマイルドなんよね、だからピリ辛までいかない、結構いいですねあれは。はい、そんな感じで、4号線栃木県は那須町お通りの際はね、皆さん太陽ドライブインも行きたいね、野崎も行きたい、佐久次郎も行きたいね、ラーメン店も行きたい、ラーメン源も行きたいね、朝日ドライブインも行きたいね、ラーメンショップ椿も行きたい、いや分かりますよ、やけどね、せっかくやから、天津ね、行ってみてほしいと思います。いや、よかった、いや最高ですね。はい、そんなわけで、栃木向いて、栃木向いてって言うて、もうここももう一応栃木県やけどね、もう近いね、もっと遠いとこ行きたい、もう1週間終わりやな、今週はもう。はい、まあまあ今週はね、結構ね、まあまあ、まあ悪くなかったかな、今年始まって、まあまあ楽しい、ぼちぼちね、減らしてもらってるんでね、まあもっと遠いとこ行きたいですけど、まあ程よく雪も味わえて、程よくね、皆さんとも新年のご挨拶もできて、まあまあいい滑り出しでしょう。はい、そんなわけでね、今日はナスのミドリムシさんこそ、ナスのミドリムシさんことね、スガマックスさん、と一緒にね、ご飯行かさせてもらいましたけど、もうスガマックスさんとはね、結構ね、ご一緒させていただくんでね、前もとんかつ秋もね、行かせてもらいましたしね、はい、そんなわけでね、急遽っていうか、まあ一応ね、ワンチャン、まああればって考えててね、まあ一応タイミングあったんでってことなんですけど、まあ中華天津、スガマックスさんと、スガマックスさんっていうか、まあ YouTube の名前は、ナスのミドリムシさんとね、一緒に行ってきましたけども、いやー美味しい、美味しいわ、最高でした。まあ新しい味に出会えたって感じかな。唐揚げのからし炒めなんて想像つかへんし、からしの味ってどうなみたいな、とんかつにからしつけて食べるみたいな感じなんかなみたいに思いきや、やっぱりね、全然違うんやわ。からしの味からこうなるのみたいな、すごい美味しかった。美味しいっていうか、まあ、まず不思議やね、初めて食べるこの味みたいな。なんか表現が追いつかないですね、僕が今まで食べてきたものが単調すぎて、そういうなんか
ボキャブラリーと味覚のその合致が追いつかないですね。はい、そんな感じで貴重な体験になりましたけれども、ぜひぜひね、皆さん4号線お通りの際には、寄っていただきたいかなと思います。まあ、僕がよく寝てるあの第一貨物の前のねポケットのとこ、うん、あそこ寝すぎたすぐですんでね、うん、僕のお休みスポットの手前ですわ。はい、そんな感じでございますので、ぜひぜひ皆さんね4号線を通りの際には寄られてみてはいかがでしょうか。はい、それじゃあまた次回の配信でお会いしましょう。あと、Twitter、TikTok、Instagram やっております。たくさんね、フォローいただいてありがとうございます。結構ね、あの、インスタと TikTok の方はね、結構いっぱいいいねとかコメントいただいてありがとうございます。グッズ販売の方ね、概要欄の方の一番下の方にリンク貼っておりますのでね、そちらの方からお買い求めいただければと思います。あとはこういうね、ご飯動画、食堂行く動画とかね、もっと見たいよって方おられましたら、ぜひともねコメント欄、あと高評価ボタンの方ね、で気持ちの方を伝えていただければ、またねこういう動画もたくさんねやっていこうかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。さあ、ナスのミドリムシさん、あんま食べてなかったんすよ。全然食べてなかったんすよ。2軒目行く気ですね、おそらくね。ラーメン源入るんかな、おそらくは。ちょっと様子がおかしかったからな。いや、もうお腹いっぱいなんですよ、とか言って、ほんまにって感じだったからね。おかしいですね。まさかラーメン源入らない。これで入ったらさすがないけどね。さすがって思ってね、もう。いや、じゃなかったか。もうかすかに期待しててんけどね。まあ無理です。僕がもう入んないです。僕がもう満腹なんでね。まあまた、ラーメン源はまたご次回ということでございますのでね。よろしくお願いいたします。